こんにちは。今回リポーターを務めます美濃加茂高等学校生徒会会長の丸山芽衣です。どちらの学校のスーパースターは男子バスケットボール部の皆さんです。チェックメイト、チェックメイト。ここがスーパー。今年開催された全国総体で見事準優勝に輝きました。この結果は県代表の男子チームで初の快挙です。去年のインターハイは1回戦で負けてしまって、その悔しい思いをバネに冬のウィンターカップを挑んだ時に総合初のベスト8だったりっていう、去年からいろんな経験があっての今年の結果だと思うので、いい経験になりました。チームディフェンスからの速攻で早い展開でやるっていうのが、まあ、一番の持ち味なんですけど、勢いに乗った時のオフェンスだったりディフェンスはどこにも負けないんじゃないかなと思います。キャプテンは2人でダブルキャプテンをしています。ダブルキャプテン、まあ、お互いがお互い足りないところを補ってチームに何が足りないか、そういった考えが、まあ、広がるんじゃないかなと思います。まあ、チームとしては結構みんな仲が良くて、練習の時からいろんなことを喋りながらコミュニケーションを取りながら、良かったプレーがあったら、まあ、みんなでまあ盛り上がったり、結構いいチームだと思います。レッドブルを飲んで、なんかみんなで一人一本ずつ飲んで、なんかっていうのはありますね。多分気持ちの問題なんですけど、やっぱり飲んだ方がいい感じはしますね。キャプテン2人がこう変わっていった、それをこうみんなが受け止めて成長していったっていうところが、あのスーパーなところじゃないかなと思うんですけど、藤田とあの関がこれのインターカップベスト8入った時に、やっぱ試合が出てなくて、彼らがこう頑張る姿を見せることによって刺激が入ってですね、まあ、チームが団結していった、あの日本一になるみたいなことを、まあ、彼らが自分たちで言ってきたので、そこにこうたどり着かせるために自分に自信がつけれるような雰囲気の練習ができれば勝ちにつながっていくと思うので、戦っていくのは大変だと思うんですけども、まあ、最後本番になった時にそれがこう解き放たれるような感じになれば一番いいのかなというふうに思います。インターハイで成し遂げられなかった日本一を冬のウィンターカップなので取りたいなと思います。新チームになって最初の方は大変だと思うんですけど、まあ、林先生を信じて練習をやってれば必ず強くなると思うので、信じて頑張ってほしいです。今のままでは勝てないと思うので、技術面でもそうですし、ボール出しとかチームの士気を上げるっていうことも今のチーム以上にやって日本一になりたいです。日々努力を重ね練習してきた皆さんを誇りに思います。これからも頑張ってください。頑張るぞ。おお。チャンネル登録お願いします。